築地ボンマルシェのシェフの臼杵です。築地ボンマルシェは2009年にですね、新しい築地料理を発信しようというのをコンセプトで生まれたレストランです。私はイタリアに4年いたんですけども、まあ、イタリア料理ではなくて、まあ、新しい築地 のスタイルの料理を出すというコンセプトでこのお店を始めました。まあ、築地といえばやっぱりマグロだと思うので、まあ、オープンからずっとある唯一のメニューなんですけども、そのランチメニューのマグロステーキランチを今日は皆さんにご紹介しようかと思います。はい、もうマグロ御膳という形で基本的に出してるんですけども、基本的に前菜の方はこれ生の本マグロを使ってます。はい、それに、まあ、うちらしくちょっとお食べれるお花とか、あと北海道のイクラ、北海道のウニにですね、それを散らしてこう前菜風にしてます。はい、こっちはマグロステーキですね。はい、もう基本的にレアで仕上げてます。はい、基本的に本マグロは生の方が美味しいんですね。バチマグロはちょっと焼いた方が美味しいので、でバチマグロはこっちは中トロの部分と大トロの部分ですね。はい、イタリア人っていうのは基本的にマグロとかお肉レアで食べるので、これもちょっと基本的にはレアなマグロステーキになってます。そのオリーブの木っていうのは、そうです、これすごく美味しい海苔なんですけども、まあ、うちの社長は海苔屋なもので、はい、これ基本的にはビールとかシャンパンに合うという海苔なんですね。まあ、イタリアのオリーブオイルとフランスのゲランドの塩を使ったお海苔なんですけども、まあ、これをですね、マグロにこう巻いて食べていただくと、こうよりこうヨーロッパの味がする。海苔で和なんですけど、フランスの塩によってこうフランスっぽい味わいが、まあ、出て面白いかなと思って、いつもこのセットには必ずお出ししてます。その新しい築地料理っていうのがこう詰まった感じのランチメニューになります。築地場外は通販サイトもありますので、ぜひ通販の方も築地に来なくても築地の味がお家で楽しめますので、サイトの方もぜひご覧になってください。あとは築地ボンマルシェもこういう通販をやってますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。